胸に手当てて疑ってしまったジル、ここにいるお父さんの父か。いや、めっちゃペイのことかと思ってた。もちろんです、紳士ですから。受けてるぞ。いい加減にしてくれよ。あれ、受けてるわけじゃないかも。渡目の横島が目にかかれば女の子に見えてしまうのだ。渡目は世話を焼かれる覚悟があるんで、何もしないで待ってます。ハロルドの部屋立派だよ。ごめん、ダボベ。そっち、そっちか。渡目の方が分かってなかったよ。僕が最後決めるから。僕勇者なんで。必殺剣決まったな。僕がやりました。渡目の頭も、そう、テレーゼの言葉に渡目がまた騙されて、もう騙されるのも大変なこと、騙されるドミノを食らうところだったぜ。なんだ、股間が光っている。ここを黒マークの、あ、ネックレスか。マーシャは父親とかないよね。お父さんだよ。マーシャ、僕の気持ちを返して。あれもこれもそれも、あのイチャイチャも。それはつまりビジネスイチャイチャだったということか。爆発落ちなんて最低。こんばんどどど。今日はネタバレが激しすぎる RPG。 最後の敵の正体は勇者の父。ネタバレやめてください。普通あれじゃないの、最後の敵の正体はびっくりはてなとかで終わるやつじゃないの。え、早い早い、読めへん。あ、開始5分で仲間が1人脱落します。まあ、心の準備できて嬉しいけど。よく来たな、勇者ハロルド賢者ノッチよ。これはため名前なげ。自分の名前が覚えられないよ。賢者ノッチ、謁見できて光栄です。国王黒マーク。黒マークってこと？実は最近この国で奇妙なことが起こっているのだ。奇妙なことですか？ハモらないで。最近我が国民の失踪が相次いでいる。それは大事件だ。そしてなぜかそれと比例するようにスライムが大量発生しておる。我が国民の身に何かよからぬことが起こっているかと思うと夜も眠れん。その割には顔がツヤツヤだぜ。おそらくこの事件を裏で操っている黒幕がいると睨んでおるのだ。ピン、黒幕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 。もちろんこの失踪事件の黒幕がこの国王黒幕であるということはないから、そこは安心していい。国王黒幕。ほらちゃうか。全ての国民の幸せを願っている心優しき国王黒幕がこの事件の黒幕であるはずがありません。そうだぞ、胸に手当てて疑ってしまったジル、ここにいる。もしお前がそんなことを少しでも考えるなら、ドキ。お前を育てた両親に説教をしなければならないな。お父さん、お母さん、ごめんなさい。父は僕が幼い頃に姿を消しました。壮絶。死んだ母から聞いていた話では、俺はもっと強くなる、ハロルドが大きくなる頃に戻ってくるぞと言ったきり戻ってこないと。いつ帰ってくるの。強くなりすぎて魔王にでもなっているのかもしれません。フラグやめて。実は今回の失踪事件の黒幕、え、魔王勇者のティーチだ。黒ひげティーチなら知ってんだけど、これ名前に意味があるとしたら、勇者のティーチのティーチってペンってこと。この事件の真相を究明し、魔王勇者のティーチを倒してほしいのだ。お父さんの父か。いや、めっちゃペイのことかと思ってた、普通に。全く頼もしい限りだ。頼もしいでしょ。旅の仲間を呼んであるから連れて行くがいい。助かる、頭の中がオッペイでいっぱいだったから助かる。私は魔導士マーシャ・ウラギール。え、何があってもあなたのことは絶対に裏切らないから安心してね。絶対裏切るやん。私は剣士テレーゼ・マトハズレイ。私は頭脳明晰な大天才。的確な状況分析は全て任せろ。この剣士の言うことは真に受けないようにしよう。僕の僧侶ルキウス・スグシリン。うん、100歳まで長生きしたいな。そうか、一人いなくなっちゃうのは。それでは旅の資金も提供しよう。たんまり頼みます。2万ゴールド、2万ジン。魔王勇者のチーチを倒した暁には、結構もらえたのね。この100倍の褒美を与えるぞ。頑張ろう、お金のために。さらに勇者ハロルド賢者ノッチにはこれを身につけさせよう。何？爆弾のブレスレット。決して小型爆弾が仕込まれているわけではないから安心するのだぞ。何、爆発落ちってことかな。くれぐれも気をつけて。お、美人だな。不倫。私は決して不倫なんかしない女だけれど、
敵の女が誘惑してきても決してそんな誘惑に乗ってはダメよ。説得力な。なんか誘惑されるのかな。もちろんです。もちろんです。紳士ですから。それでは行ってらっしゃい。行ってまいります。悪くないね。それでは行ってくるのだ、ハロルドよ。行ってまいります、ワタルド。あ、すぐ死ぬよんだけレベル5変死スパイです。マオメ絶対に許さないぞ。おい、スパイがいますよ。みんな、これからは危険な旅になるかもしれない。そうだな。どんなに強そうな敵が現れても、たとえ仲間がやられてしまっても、勇敢に立ち向かってほしい。わかった。もちろんです。いっちゃん最初に返事してんのがまた。たとえ魔王の手下どもがやってきても、うん、このルキウス・スグシミオンがあっという間に蹴散らしましょう。フラグ立ちすぎ。とても頼りになるよ、ルキウス・スグシミオン。レベル5だけどね。うん、うん、うん。こいつは何？早速魔王の資格のお出ましですか。お、敵ということか。こんな奴は、このルキウス・スグシミオンが瞬殺してやりますよ。乗るな！みんな、注意して！注意して！僕が負けることはありえません。注意しろ！即落ちするんじゃないの！すぐ死ぬよー！ルキウス・すぐ死ぬよー！クソ雑魚。私は暗黒四天王の人、暗黒魔族、クソ雑魚と申します。クソ雑魚にやられたのか、すぐ死ぬよん。ルキウスすぐ死ぬよんが一緒だ。クソ雑魚にやられてしまった。出るはずがない。でもクソ雑魚だぞ。逃げたい。もしかしたらクソ雑魚じゃないかもしれない。だってすぐ死ぬよんがやられたんだから。みんな安心しろ。お、的外れが何か言おうとしている。今から頭脳明晰な私が勝てる確率を導き出してやる。おう、お願い、できるだけ早く。サイ、コサイ、タフデント、タフデント、サイン、コサイン、いい気分、ポリデント、セブン、イレブン、ダメだ。ダメなのか。私たちが勝てる可能性は 1% もない。よし、 100% 勝てるぞ。死にたくない。気づけ、賢者ノッチ、これは勝てる戦いなんだ。せいぜい私を楽しませることです。お、戦闘始まる。ヘラルドって言われちゃってるよ。私の究極魔法であなたたちを葬ってあげましょう。クソ雑魚は究極魔法5ダメージ。5ダメージとんでもない魔法が来るぞ。みんな気をつけるんだ。確かにとんでもねえかもしれない。消費 MP が、くっ、賢者の血の体が震えて動けない。さあ終わりです。くたばりなさい。ギャー、かゆすぎー。いや、つい、ちょっと待って、ゲームバランスおかしい、これ。やったか？やったかはやってないんだよ。あなたたちは、かの暗黒四天王に勝つことはできません。演技派だったな。死にたくない。死にたくない。めちゃくちゃヘロンちゃんって。ずっとこの調子だな。え？まだ始まったばっかだよ。ハロルドは、どうして勇者になったの？どうして勇者になっちゃったの？僕も誰かの役に立ちたかった。もう素敵やん。実際この辺にたまにやってくるザコスライムを倒したらみんな褒めてくれた。お、スライムは倒せたんだ。でも強そうな奴が現れたらこのざまだ。足は笑い、腰が抜け。なあ勇者ハロルド賢者ノッチ。お、頭脳明晰な私はこう思うぞ。どう思うの？お前が自分のことを勇者に向いていないと思った本当の理由は、強そうな敵を前にビビってしまったからなんじゃないか。そうでしょうね。うん、今そう言った。多分今見てくれてるみんなもみんな知ってる情報だったと思う。そうか。でも元気でいいな。ポジティブそう。賢者の血の伝説を知ってる？賢者の血？この国のどこかに賢者の血が流れる者がいるの。僕じゃね？この魔力を使って世界に平和をもたらすだろうという伝説があるの。え、伝説の勇者なんじゃない？でも賢者の血が流れていることは本人も知らない。そうなんだ。その賢者の力は大切な人を守る時に覚醒し、愛によって増大すると言われている。素敵やん。私ね、ハロルドには賢者の血が流れてると思っているの。お、言うんだね。何？それはつまり、それはつまり、ハロルド賢者の血に賢者の血が流れてると思ってるってことか。大事なことだからね。2回言ったんでしょう。テレーゼ、同じこと2回言わないで。大事なことだからね。このハロルド賢者の血に賢者の血が、このハロルド賢者の血に賢者の血が。それさっき私が言ったぞ。お前が言うんかい。テレーゼは黙って。え、かわいい。テレーゼ好きだな。
受けてるぞ。いい加減にしてくれよ。あれ、受けてるわけじゃないかも。なるほど、確かに僕も賢者の血の伝説は聞いたことがあるさ。怒っちゃった。大切な人を守るときに覚醒するとか、愛の力で増大するとか、うん、その魔力は自分の味方をも強くし、巨大な悪を滅ぼし平和をもたらすなんてのも聞いたことがある。めちゃくちゃ知ってるやん。でもそんなのは所詮ただの作り話だよ。でもそんな勇者に憧れたんでしょ。このハロルド賢者の血に賢者の血が流れてるだって。よく読んでみろ、その文章を。そんなことはありえない。字に書いて読んでみろ。それに賢者の血は大切な人を守る時に覚醒するんだろう。そうらしいな。もし僕に賢者の血が流れているなら、さっきルキウス・スグシヌヨンがやられそうになった時に力が覚醒したはずじゃないか。ルキウス・スグシヌヨン、ちょっと言いづらそうだな。ルキウス・スグシヌヨンはあなたにとって大切な人じゃない。ズバー。確かに。確かにって。もしハロルドが危なくなっても、私たちが全力でサポートする。仲間がいるよってか。絶対に裏切らないから安心して。本当に。特にこのマーシャ・ウラギールだけは絶対にハロルドを裏切らない。マーシャ裏切らないとかにしてくれない。私も 1億%裏切らないぞ。え、裏切るのかな。 1億%。 わかった。ようやく明るい顔になったね、ハロルド。あ、立ち直った。それじゃあ今日はゆっくり寝て明日の朝出発するぞ。まあ元気になったならいいか。お、勇者のチーチ様、戻ってきたか。あ、一瞬女の子に見えたわ。渡部の横島な目にかかれば女の子に見えてしまうのだ。それで状況はどうだ。声渋。暗黒四天王クソ雑魚がやられました。クソ雑魚は四天王の中でも最弱。お、四天王の中でも最弱。所詮俺の力作り出された藁人形。藁人形なんだ。その戦闘で勇者ハロルド賢者の血は引きこもってしまいましたが、私の言葉に励まされ、お、旅に出ることとなりました。ウラギール、ご苦労。ご苦労。一体これは誰なんだ。ハルルド賢者の血はすっかり私を信用しています。私が裏切り者とは夢にも思わないでしょう。さすがだな、うん、どうなさいました。いや何、生き別れた息子のことを思い出していただけだ。ちょうど勇者ハルルド賢者の血と同じくらいでしょうか。そうだな。え、まあハルルド賢者の血が俺の息子ということはないだろう。自分の息子の名前知らないの。もし今もまだ持っているならば、俺と同じ黄色のペンダントをしているかもしれないな。黄色のペンダント。それでは引き続き頼んだぞ。黄色のペンダントしてたかな。片身のネックレス、ペンダント持ってる。黄色かわかんないけど、カエルちょっと戦ってみっか。スライムだった。どれぐらい攻撃効く。133。え、スライムの方が強い。クソ雑魚よりスライムの方が強い。このスライムを四天王に入れた方が良かったんじゃないの。ダメージを受けた時に TP 上昇、角巻きポイント。この森はスライムがうようよしてるな。ほんまにな。お、逃がさないぜ。なんか人が降ってきた。何、急に。音楽かっこいい。この大天才テレーゼ・マトハズレイが分析する。頼む。この未来、この声、何者だ。間違いない。間違えてそう。暗黒四天王の一人だ。本当か。暗黒四天王、なんだそれは。暗黒四天王じゃないぞ。このリアクション、このリアクション、間違いない。こいつは暗黒四天王の一人じゃないぞ。暗黒四天王の一人じゃないぞ。俺の名前は友人なし。ん、友人なし。友達が100人いるぞ。嘘。このテレーゼ的外れでさえせいぜい友達は5人。あ、それを貴様は100人だと。格が違いすぎる。またか。別に勝てるわけがない。何に怯えているんだ。母さんの仇。母さんの仇。おーおー、脳筋プレイでいくぜ。友人なし強いな。くそ、煮るなり焼くなり好きにしろ。いやいいかな。そもそもなんで私たちを襲ってきたの。なぜだって、しらじらしい。なんか仇って言ってたけどね。お前らが俺の母さんを襲ったんだ。え、そんな記憶は。母さんを襲った。ないけど。なるほど、読めてきたぞ。つまりこいつは私たちが母さんを襲ったと思っているようだ。そのようだな。母さんだけじゃない、村の人々を毎晩一人ずつ襲っている。毎晩一人ずつ。すべて理解したぞ。ほう。つまりこいつは私たちが毎晩村人を一人ずつ襲っていると思っているわけだ。そのようだ。待って、私たちはそんなことしてない。してないぞ。そんな誰と勘違いしてんだ。俺はなんてこと。すいませんでした。詫びは一体何だったんだろう。く、何も置いていかずに逃げてったぜ。
村近くにあるのかな。この先にある人狼村で何か事件が起きているのかもしれない。わかったぞ。犯人は人の形をした狼だと思う。迷宮入りの事件の匂いがするな。迷宮入りしない気がするぞ。だが案ずるな。このインテリジェントなテレーゼマトハズレイの名推理によって見事解決に導いてやろう。いや、また雨、的外れないの意見に従ってもらおう。あ、なんかいる。今薬めちゃくちゃ手に入らなかった？悪そうなやつだぜ。ね、声かわいい。僕は暗黒四天王の一人、暗黒魔術。噛んじゃったの、かわいいね。なく言えなかった。大丈夫大丈夫大丈夫だから。わためもよく噛んでるから、毎日一回は噛むから。今度はうまく言うぞ。お、いいぞ、来い。僕は暗黒四天王の一人、暗黒魔女、強すぎるんです。強すぎるのか。これはビビっちまうぜ。見たところ雑魚モンスターだな。いや、そんなわけねえだろ。軽くぶっ倒しましょ。おいおい、はっ、はぁ、うまく攻撃当てられるといいな。いや、でもな、 HP25 だよ。楽勝だよね。だから復活の薬10個ももらえたんだ。スーパーヒール。でも一撃でやられるんだったらヒールしない方が良かったかもな。イエーイ、これで、ね、連続切りだ。やっちまってください。やったか。強かったな。やっぱり僕ごときじゃ力不足だ。いや、強かったよ。ごめんなさい、勇者のチーチ様。みんな名前言うやん、勇者のチーチの。多少は苦戦したが、雑魚だったな。僕はかなり強く感じたけど、ちょっと僕の体調が悪いだけかもな。気のせいかもな、病は気からだからな。よし、村に向かいましょう。なんか気のせいな気がしてきた。そんなに強くなかったような気がしてきた。今日は日も暮れてきたし、この村に滞在しよう。そうだね。いや、ちょっと待て。うん。本当に今ここで、ここに滞在すべきか、頭の中で計算させてくれ。楽しみ。お、これエンターキー押すの楽しみ。何言うの、聞かせて。ふむふむ、なるほど。何、めちゃくちゃ溜めてるけど。ワクワク。いや待てよ。あ、引っ張るやん、すごい引っ張るやん。この場合は因数分解がこうで、因数分解ベクトルが R でこうで、ベクトルまで使って計算してるよ。ふふふ、なるほど、そういうことか。面白い答えだ。答えが出たか、聞かせてくれ。ドゥン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 。みんな聞いてくれ。意外にも面白い答えが導き出されたぞ。なんだろう、ワグワグ。何かな。今日は日も暮れてきたし、音楽も壮大になってきた。盛り上がってきた。今日は日も暮れてきたし、うんうん、この村に滞在させてもらおう。からの、さ、泊まれる場所を探しましょう。何の時間だったの。勇者のご一行様ですね。どうしてわかったんでしょうか。ようこそ人狼村へ。そうだ、人狼村だよ、ここ怪しいぞ。私は村長の人狼と申します。人狼やん。どうも、勇者のハロルド賢者の地です。魔導士のマーシャ・ウラギールです。剣士テレーゼマトハズレイだ。わため、裏切らないです。この村に滞在できる場所はありますか。宿屋とかありますか。ああ、それなら私が無料でご提供しますとも。うん、ちょっと怖いかも。まあ、疑うことはあんま良くないからな。おくつろぎください。立派な家じゃ。よろしければこれを受け取ってください。何でしょうか。え、ポーション10個も？え、こんなに？何かのフラグでしょうか？エリクサーまでこんなにいっぱい。いいんですか？いいんですか？ああ、そうだ。よかったら夕飯を食べていきませんか？ぜひ食べたいです。食べたいです。ぜひ召し上がってください。わためは世話を焼かれる覚悟があるんで。これから準備しますね。お願いします。何もしないで待ってます。めちゃくちゃ美味しそうなご飯出てきた。ガツガツ、むしゃむしゃ。ガツガツ。むしゃむしゃ、うまいうまい。なんて優しい人なんだろう。感激しているぞ。レロレロレロ、ズゾゾゾゾ、レロ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 。すみません、うちのテレーゼが。元気で何よりですよ。元気だけが取り柄なんです。すみません、本当に。実はこの人狼村では、うん、この人狼村では毎日一人ずつ村人が殺されているのです。さっき聞きました。え、聞いてなかったのかい、賢者のっち。娘は殺されました。人狼に。そして孫は犯人を見つけ出すと言ったきり帰ってきません。孫だ
ったのか。人狼村長、僕たちに何かできることはありませんか。それでは勇者様たちには誰が村人に化けた人狼なのか見極めていただけないでしょうか。苦なんて難しい難題なんだ。お集まってきたね。勇者様、早速人狼の疑いがある容疑者を3人集めました。個性豊かな人たちだ。え、いっぱいいない？容疑者が逃げないように監視を2人つけましたのでご安心ください。監視が2人で5人か。おおかみじゃない。あら勇者さん、なに？普段は男の人にご馳走してもらったりプレゼントをもらったりして生きてるの。まあ可愛いもんね。人狼のことは知ってる？知ってる知ってる。マジ怖いよね。でもわけわかんない奴が私に嫉妬してキレてる方が怖いかも。可愛すぎるって罪なのかな。チュッ、可愛くてごめん。あ、そんなことより勇者さん、私とキスしてみる？誘ってやがる。いや結構です。危ない。チューしたらもう何求められるかわからんよ。怖い怖い。じゃあ占い師さんに話を聞いてみようか。あれ占い師じゃないのか。ただの村人。よく占いをやってそうって言われるけど普段は人間、あ、じゃなくて土を食べて生活しているわ。あ、どっちもおかしい。人間食べてんのも土を食べてんのもどっちもおかしい。私は人狼なんて本当にいるのって思ってるけど、たまたまみんな滑って転んで頭打ちつけて死んでるだけなんじゃないかしら。そんな偶然あるかな。占い師、実は僕人狼が誰だか知っているんです。ずばり人狼は村長、人狼ですよ。でしょうね。やっぱりこの占い師さんが白に見えるんだよね。わためからしたら確かに白い顔が。確かに次の被害者、俺は村長に監視を任された次の被害者です。それにしても妻に内緒で女に貢ぎまくってるのになかなか俺だけに振り向いてもらえないぜ。天罰かな。え、この子も可愛いよ。お前もか。私は村長に監視を任された。お前もか。お前もか。それにしても夫に内緒で男に貢ぎまくってるのになかなか私だけに振り向いてもらえないの。お前もかーい。それじゃあ誰が人狼なのかを決めよう。決めよう。私は占い師が怪しいと思う。どうして？どう見てもあいつは怪しすぎる。根拠は？確かに怪しさはあったけど、でも人狼だったら逆にもっと堂々としてるんじゃない？確かに。じゃあただの村ビートだな。どうして怪しいと思った？あいつは妙に人狼の存在に否定的だった。狼じゃないについてはどう思う？どう思う？あいつはなんかムカつくな確かになんかムカついた。うん、わからんでもないよ。ハロルド、ちょっといい？この裏切りも怪しいけどね。実は私。え、何？ここで告白？実は私、ハロルドのこと。村長の人狼が人狼なんじゃないかって思ってる。なんだ、そっちか。何を言ってるんだよ、マーシャ。村長はあんなに僕たちによくしてくれたじゃないか。食べ物くれたし。そうだそうだ。何より人狼を倒すように言ったのは、村長人狼じゃないか。自分で人狼の話題を出すなんておかしいじゃないか。自分のことを倒せって言うなんておかしいじゃないか。そうだ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 。いずれこの村の誰かから人狼の話題を聞くことになる。それならいっそ人狼自身が人狼の話題を一番最初に出すことで自分自身は疑われずに済むんじゃない？そんなのデタラメだよ。二人とも冷静になれ。ギスってきた。一回話を整理しようじゃないか。そうだな。つまりまとめてくれ。つまりどういうことだ？分かってないのかいつもまとめてくれるじゃないか。同じことを2回言って分かってないのか。テレーゼ、村長の作ったご飯は美味しかったってことで合ってるか？それは合ってる。テレーゼは黙って。テレーゼいっちゃん好きかもな、ね、かわいい。ハロルドは誰が人狼だと思う？確かにね、ハロルドはどう思うんだい？僕が人狼だと思うのは僕が選ぶの？うっすら人狼かなって思ってるけど選びにくい。ただの村ビートかもよ。わかった。やっちゃった？え、これあれやん。いや、そんなただの村ビートなわけないって言って、あの選択肢がもう一回出てくるやつじゃない。あれ？夜になった。僕たちは眠った。今夜誰も襲われないことを願って。いやー、私の夫が人狼に。人狼はまだ生きている。なんてこと。僕の選択は間違っていたんだ。もう一回選べると思って。あなたたちが人狼を倒してくれると聞いてました。うん。これなのに
どうしてこんなことに？僕の考えが甘かったから。ごめんなさい。ごめんなさい。まさか変なことを言い出したからだ。人のせいにするんじゃない。それで僕の判断力が鈍ったんだ。責任転嫁最低だぞ。こんなに謝って済む問題じゃない。もうダメだ。僕なんて。いや、これはワタメのせいだよ。何やってんだマーシャ。よく見破ったね。あれ、お前もかって、そういうこと。人狼の方、尻尾が見えてんのよ。なんだ、何があったんじゃ。正体がバレちまったのさ。何、それはやむを得んな。まさかそういうことだったの。人狼はもう一人いたってことか。二人いたんだ。お前もか。この一冊、私たちは暗黒四天王序列2位、暗黒幻獣お前もか&人狼ペアだったんだ。貴様らを八つ咲きにしてくれるわ。うわー、さあかかってきな。貴様らの攻撃はわしに来たん。くー、悔しい。先に一体倒しちゃおう。やったー、もうちょいだ。くそー村長め、しぶてーやつだ。ふう、なんとか勝てたね。ごめん、マーシャ。賢者のっち今日はゆっくり休んで、明日からまた旅に出ましょう。またヘラルードになっちゃった。まだ起きてんの？まだ起きてんの？ハロルドの部屋立派だよ。ごめん。ダブルベッド。僕はもう、これ以上やっていける自信がない。何言ってんの？僕はマーシャみたいに強くない。じゃあ今日は、みんなで一緒寝るか、川の字になって。マーシャは知らないだろ。何を？機体という大きな荷物を背負わされて、その荷物に押しつぶされて。プレッシャーだね。それでもその荷物を下ろせないこと。勇者も辛いんだな。バカ助かる。あんたがビクビクしてるから頑張ってるだけだっつーの。代わりに頑張ってやってるっつーの。本当は私だって泣きたいのはこっちなんだけど。私まで泣いちゃうじゃん。ピヤー、後ろから抱きしめてやってくれ。なんで僕の前で泣きたくないの。だってハロルドの前で泣いたって、ハロルドがただ慌てて不安になるだけじゃん。そんな頼りない男だと思っているのか、僕のことを。頼りないけど。ごめんじゃなくて。ん？ボビオだけ胸貸して。あっちー、なんか、熱くなってきたな。うん。ありがとう。気が済んだ。始まったか。とっとと寝て。明日出発するんだから。ほら、早く寝るよ。もう、しょうがないな。なに？もうしょうがないな、なに？眠れるまで、手握っといてあげるから。手握っといてあげるから。ヒュー。そうだ、ハロルド。なんだい？これを伝えに来たんだった。なんだい？ハロルドが人狼だと思って切った人、無事だったみたい。よかった。たまたま防弾チョッキを着てて、大した怪我じゃなかったみたい。たまたま防弾チョッキを着ててくれてよかった。え？そんなことあるかって？人狼に襲われるかもと思って、ずっと身につけてたんじゃない？用心深くてよかった。ハロルドさ。はい。この旅が終わったら何がしたい？君と結婚。うん、やっぱり聞きたくないや。今のは聞かなかったことに。ハロルド？ん？子供みたいな寝顔？何？急に。私、ハロルドを裏切るくらいなら。え？何？ギャルゲーだったの？気持ち変わってきてる？おお、戻ってきたか。ただいま戻りました。暗黒四天王の強すぎる、そして人狼&オマエモカがやられました。奴らも所詮俺の力作り出された藁人形。藁人形、大した問題ではない。勇者ハルルド賢者ノッチはこのままこの魔王城へ来る予定です。ご苦労。しかしハルルド賢者ノッチもまさか仲間に裏切り者がいるとは夢にも思わないだろう。果たして裏切るのかな。お前はここでハルルド賢者ノッチを裏切ることになる。敵とはいえ、旅の苦楽を共にした時間があるだろう。情というものがね。情に流されたりはしないか？だよね。私はあなたの忠実なるしもべです。魔王、勇者のチーチ様。それでこそ暗黒四天王の最上位にふさわしい。それでは期待しているぞ。七
天皇5人いるな。あれ？マーシャ。マーシャ。あれ？誰もいない。あ、マーシャ。おはよう。おはよう。今日もいい声だね。ねえねえ、ちょっとこっち来て。どうしたんだい？見て見て、花冠作ったの。わあ、マーシャによく似合うよ。小さい頃よく作ってたなーって。あらあら。何その微妙な顔。どうしたの？なんだかいつもより子供っぽいなって。ほう。悪い？ええ、いいよ。いい方！いい方！笑ってる。人のことバカにして。違うよ。これはバカにした笑いじゃなくて。なんか、ハロルドの声優しくなってない？何さっきからジロジロ見てんの？いや、可愛いなって。マーシャはきっと素敵なお母さんになるんだろうなと思って。何想像してんの？この旅で死ななきゃね。僕たちなら大丈夫。お？きっと全部うまくいく。え、前向きになったね。おい、朝っぱらから何をイチャイチャしてるんだ。本当だぞ、テネーゼがいるのに。あ、どこ行ったのかと思ってたら。朝といえばジョギングだろ。健康的。私はジーニアスな頭脳を保つために毎朝1億キロのジョギングを日課にしているからな。走りすぎ。はいはい、じゃあ出発しよっか。出発するか。いよいよ魔王城へ向かうわけだな。そうだぞ、行くぞ。よし、行こう。行こう。道具屋さんだ。いや、ミーキン。お主、金を貸して欲しそうな顔をしているの。こっそり6万ゴールド貸してやろうか。いや、怪しいお金。えへへ。こっちの世界に足を踏み入れずに済んだね。金、無限に増える。いい名前だな。銀のだけ買っていってください。特大セールで。ウルトターカイのネックレスは定価の7割引きで発売中です。え、じゃあ買って売ればいいのかな？ちなみにアイテムの買い取りは定価の半額で行っているよ。なんか売ると高くなりそう。なるほど、これは。借りよう！すぐ返します。6万ゴールド貸してください。借りた！借りた！え、待って、1、10、100、1000万。返済10万ゴールドね。10万ゴールドね。これで買って。んで、売却。これ何本で売れますか？ 1、10、100、1000万、10。ま、売って、ちょっと待って。いや、待ってよ。4万儲かったのか。じゃあ、もう一回買おうよ。で、もう一回売れば増えるんだ。これまとめて買えるの？めっちゃ買えるやん。リーン。うわー、1、10、100、1000万、10万。おー、無限に増えるぜ。じゃんじゃん、じゃんじゃん。おー。エリクサー、カンスト。こんだけあれば大丈夫やろ。順風満帆すぎる。わため、こういう。この人は？やべえやつ。ブツブツ。首の黒いマークは支配の証。俺も愛の刻印を刻んであの子と仲良くなるんだ。ほな、行こうか。いよいよこの先が魔王城だな。もうラストなのかい？どうした、ハロルド賢者ノッチ。なぜだかふと、父さんのことを思い出したんだ。父さんのこと？ハロルドが小さい時にいなくなったお父さんのこと？今頃どこで何をしているのか。もしや強くなりすぎて魔王にでもなってたりしてな。勇者の血一が、あ、魔王なわけないだろ。タイトルにあったけど、タイトルにあったけど、そんなわけないだろ。まさかタイトル通りなわけないだろ。こっから大どんでん返しが来るんだよ多分。このペンダントは父さんが家に残していったんだ。まさか、あの、それは黄色いペンダントなのかな？どうなんだろう？片身ってやつだな。それ黄色い？もしかしたら父さんも同じものを持っているかもしれない。自分の父親だと気づかずに、自分の手で命を奪ってしまうなんてことが起こらないといいけどね。いやー、そんなことになりませんように。行こう。丁寧に、丁寧に、プラグが、待ってください。建築されているけど、お？友人だし？ここで。あなた確か、お？友達が100人いるとか言っていたやつだな。あんまり言わないであげて。また私たちと戦いに来たの？全くいい度胸だ。お？私の計算によれば、お前が私たちに勝てる可能性はたったの 48% しかない。意外と接戦だな。ほぼ互角ってこと？結構強くなってるよ。違うんです。敵の話など聞くに値しない。頭脳派の私と拳で語り合おう。なんでや。ノーキンメン。本当に頭脳なのにパンチなんだ。本当にありがとうございました。そっか、人狼の村救ったから。あの、
聞きました。人狼を倒してくれたって。いかにも人狼を倒した。俺の母さんの仇を取ってくれたって。ハロルド賢者の地です。なんとお礼を言っていいやら。お礼なんでそんな。一番最初に俺のおじいちゃんを襲って、おじいちゃんに化けていたみたいなんです。あ、化けてたんだ。あの人狼が私たちに優しかったのって、生前の村長と同じように振る舞っていたからなのかもね。そんなにコピーできるもんなんだね。これから魔王を倒しに行くんですよね。そうです。俺も連れてってください。え、一生懸命頑張ります。一生懸命頑張ります。お父さんも子供の頃どこか行っちゃって。ああ、なんか僕と似てるかも。俺一人ぼっちなんです。なんか境遇が似ているかもしれない。気に入った。お、お前の心意気私は気に入ったぞ。テレーゼ、私は剣士のテレーゼ的外れだ。的を得た分析で定評があるぞ。その反対だぞ。魔導士のマーシャ・ウラギール。勇者のハロルド賢者の地。羊の角巻き綿目。ユ・ウジンナシです。ユ・ウジンナシ今日からユ・ウジンアリだよ。あ、バトルには参加しないんだ。パーティーには表示されません。じゃあなんで一緒にいるの。なんか怪しいな。かのいい羊は。え、このタイミングでパーティーに入るってことはなんか意味があるんじゃないのかな。魔王城なのかい、ここが。そうだね、長い長い、それはもう語り尽くせないほど長い旅路だった。伝説の剣、おー、伝説の剣手に入れちまった。宝箱、あ、なに、大賢者になった。大賢者の杖、ステータス爆上がり。ふう、全くダメだね俺は。ん、合わせる顔もねえや。まあ今日から第二の人生だと思って。え、これ誰が言ってる。あれ、おーい、すみませんが、ここに住んでいた人知りませんか。え、ああ、そうですか。ん、なんだよこれ、どうして。お、なんだお前、なんかの階層かな。あ、青くん、青、青。え、なんだったんだろう今の。あ、魔剣士のなんかゲット。あ、いいやん、魔剣士の剣。この先から魔王の強大な魔力を感じる。みんな準備はいいか。心の準備はいいか。この世界を救いに。トイレは大丈夫だと思う。よく来たな、勇者ハロルド賢者の地たちよ。おお、俺は魔王勇者の地一。お前を見ると俺の息子のことを思い出す。ドキ。実は僕も小さい頃に父親が旅に出てしまいました。それは全くの偶然だな。偶然なのか必然なのか。私たちはそんな世間話をしに来たのではありません。おっとっと、これは失敬、余計に聞こえ。お話聞いてくれるんだね。近頃我が国では国民の失踪が相次ぎ、スライムが大量発生しています。そうなんです。つまり率直に言えば、この事件の黒幕はあなた、魔王勇者の地位ではないかということです。あと僕が気になっていることは、後ろの2つの宝箱、その中には一体何が入っているんでしょうか。あの宝箱欲しい、バタメ5億いいだろう、お前たちに全ての真実を伝えてやる。お、真実。一体この世界で何が起こっているのか全く見当もつかない。人間には絶望という感情がある。深い絶望に苛まれた人間はどうなる。どうなる。そのまま人生を終わらせるか、はたまた犯罪を犯すか、いずれにせよ権力者にとって邪魔であることに変わりはない。権力者、絶望しているものなど権力者にとっては存在しない方がいい。どうすれば希望あふれる国を演出できる。ん、だってその国には絶望しているものなどいないのだから。なるほど。そこである巨大な魔力を持つ者は考えた。絶望した者の姿を変えてしまえばいい。スライムってそういうこと。そこである巨大な魔力を持つ者は世界に呪いをかけた。ほう。絶望した者がスライムの木に触れた時、そいつもまたスライムに姿を変えてしまう。え、じゃあ元は人間。つまり国民が失踪し、スライムが大量発生している理由は、人生に絶望した人間たちがスライムに姿を変えているということなのだ。元人間だった、倒してやったんだけど。それじゃあ。そしてここからが本題だ。この世界にそんな呪いをかけたのは誰なのか。誰なんだ。この事件の黒幕は誰なのか。黒幕。それほど強大な魔力を持っている者など世界でほんの一握り。この俺と同じくらい強大な魔力を持つ者。そう、この事件の黒幕は。黒幕は
国王クロマークだ。なんだって、黒幕じゃないってあんなに言ってた黒マークが黒幕だと。そんなはずがない。何のために僕たちは。しかしこれが真実だ。そんなのただの作り話。ほう。あなたがこの世界に呪いをかけた。お、そう信じたいだけだろ。魔王が嘘を言ってる可能性もある。自分の国の王が何よりも国民の幸せを願っているはずの国王が、ん、そんなことをするはずがない。だが矛盾は何一つない。なぜなら国王は、ん、何よりも全ての国民が幸せになるために絶望した人間を切り捨てているのだから。大体考えてもみろ。世界にそんな呪いをかけて俺に何のメリットがある。メリットか。俺は誰かが幸せだろうが不幸せだろうがどうでもいい主義なんだ。なるほど。俺は愛する者と共にいられればそれで十分。愛する者って誰。理由なんか知らない。とにかく呪いをかけたのはあなた。マーシャどうした、急になんか悪者を勇者の地位置にしたいという強引なプレイ。まあいずれわかることだ。ん、国王が消えればスライム化現象は終わるの。すでにスライムになった者は元には戻らないが、一体もう誰を信じたらいいのか。なあ勇者ハロルド賢者ノッチ。はい、勇者ハロルド賢者ノッチです。俺と手を組もうじゃないか。うー、そしてあの邪悪な国王を倒しこの世界に平和をもたらすのだ。手を組んでいいのか。僕はどうする。ハロルド、世界の半分をお前にやろう。じゃあやろうかなって。お前の成長は目を見張るものがある。買われているぞ僕の腕。俺はお前たちでもギリギリ倒せるぐらいの暗黒四天王を用意し、ほう、そしてお前たちは見事そいつらを倒し強くなった。え、育てられてたってこと。そうだ、手のひらの、お前の送った暗黒四天王のせいでたくさんの村人が犠牲になった。手のひらの上で踊らされていたってこと。クソ雑魚も低く見られたもんだぜ。アロルド賢者の地、多少の犠牲はやむを得ないんだ。多少の犠牲はやむを得ないだと。お前が世界を救うことに比べればちっぽけな犠牲じゃないか。う、精神攻撃やめてくれ。お前が世界を救わなければもっと多くの者が犠牲になる。う、それは確かに。力を合わせればあの国王だって倒すことができる。さあハロルド賢者の地よ、俺と手を組もうじゃないか。選択肢出ないよね。うわー、あ、断るだ。あ、よかった。もう選択肢委ねられたんかと思った。うわー、ごめん、もうトラウマが一択でよかった。だが断る。ターン。愚かな、力で服従させるしかないようだな。それはどうかな、今の俺は強いぞ。お前にもう一つ真実を伝えなければならない。何、次は何。お前はまだ気づいていないようだが、伝説の賢者の血を引いたあの勇者とか、なんだ、本当に分かっていないぞ。本当に何も分かってない。お前のすぐそばに裏切り者がいる。そっち、そっちか。渡辺の方が分かってなかったよ。お前は賢者の血を引いた伝説の勇者だって言われるのかと思った。裏切り者の方か。お前たちをうまくサポートしここまで導いてくれた、ご苦労だったな、テレーゼ的外れによ。そっち。ハロルド賢者ノッチ。はい。魔王勇者のチーチ様が言っていることは全て正しい。え、分かってくれないか。え、嘘、マーシャ裏切るじゃないの。テレーゼが裏切り者なんて。一番裏切らなそうなのに。そんなの信じられないよ。信じられないよ。一体どうなってるんですか。いやー、わためも同じ気持ち。テレーゼ、目を覚ましてよ。目を覚まして。メランで最初から覚めている。さあ、私たちと世界を救おう。え、どうやら分かってもらえないみたいだな。いいだろう。え、暗黒四天王のトップに君臨するこの暗黒剣士テレーゼ的外れが力ずくで分からせてやろう。やばい。頭脳明晰なバトルをその目に焼き付けるんだな。まさか頭脳明晰なバトルをするんですか。最強装備返して。でか、俺も参戦します。え、ウジンだし、なんかでかくなったな。もしくは距離が近い。大天才の頭脳プレイを拝ませてやろう。わ、なんか考えてるよ。なるほど、分析完了だ。痛い。小難しいことは抜きにして筋力で破壊する。これが超頭脳派の戦闘スタイルだ。何を考えとったんだ、さっきまで。強すぎる。こうなったら一か八か。
ユ、ウジンナシ、耳を貸して。え、いや、さすがにそれはいいからやってみて。あ、はい。納金じゃねえか、ね、新しいスキルで、何覚えたの？あ、UFO！ 何？どこだ？ UFO を探すのに夢中になって攻撃をし忘れた。よし、聞いているぞ。相手は UFO に夢中だ。効果抜群で草。もう一回、UFO しよう。あ、UFO、また引っかかった、これ。なんて納金なんだ。あっけねー。むぎゅー。え、何？かわいい。テレーゼ的外れを倒すとは、なかなかやるな。UFO 作戦が効いたんだ。俺の魔力を解き放ち、お前たちを屈服させるしかないようだ。何、凄まじい魔力を持っているんだろ。自分の愚かさを恥じるがいい。変形した。どんな形それ。さあ、俺と共に世界を救おうじゃないか。超魔導ギリシナの放とうとしている。ギリギリ生かしてくれるんですか。遅くはない。一緒に新しい世界秩序を見ようじゃないか。本当にギリギリだ。回復しなきゃ。ウルトラヒール。音楽めっちゃかっこいいな。グラビティく、痛い。なかなかやるじゃないか。真面目に攻略してる。え、これ真面目にやらないのが正解なのかな。これで終わりだ。あ、またギリシナムを。受ける前に倒した方がいい。もうちょっとだぞ。いい加減降参したらどうだ。お前たちに勝ち目はない。でもな、優しさが出ちゃってんだよな。僕が最後決めるから。僕勇者なんで。必殺剣決まったな。僕がやりました。クソ生意気なガキどもが。お、なんだ、本性を表したか。ハロルド賢者の血を。なんだ、まるで脳内に語りかけてるみたいな格好じゃないか。なんだ、つくづく愚か者だ。ファミチキください。お前がつけている爆弾のブレスレットには小型爆弾が埋め込まれている。なんだって、そんなわけないだろ。俺の持っているスイッチを押せばお前は終わりだ。え、これ黒マークにもらったやつだっけ。繋がってるの、黒マークと勇者の血。一あばよ、ハロルド賢者の血。え、勝ち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 。おい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 、筋書きと違うじゃないか。台本と違うってやつか。騙されていたのか。誰に騙された、言ってみろ。容赦ねえ。俺もここまでか。ハロルド容赦な。まさか、ん、その黄色いペンダント、やっぱ黄色だった。これお前だったとは。強くなったじゃないか。え、だろ、実の息子に敗れるのであればこの勇者の地位に悔いはない。父さん、勝ちましたね。なんか爆発した。これでスライム化現象も止まる。これは、あ、どうしたの、どうしたの。魔王勇者のチーチの首の裏に怪しげな黒いマークが。怪しげな黒いマーク。こんな話を聞いたことがあります。首の裏に怪しげな黒いマークがあるものは心を誰かに操られていると。え、それじゃ魔王勇者のチーチを操っていた奴がいるってこと？俺は別に黒幕がいるということ？この事件の本当の黒幕は別にいる。黒幕は倒されていない。ひとまず国王のところに戻りましょう。え、あ、宝物、あ、よかった。強制的に返されるかと思った。マジカルローム、マジカルアーマー。息はあるようだ。ハロルドに最強装備、マジカルアーマーあげちゃった。一回脱いでくれないか。ユ、ウジンなし。帰ろう。ハロルド人でなし。あの、ハロルドさん。なんでしょうか。俺、嘘ついてました。え？もしかして友人いるの？実は俺。うん。友達100人いないんです。あ、そうだったね。友達100人いるって言ってたもんね。友人なしです。実は名前も偽ってました。え？君の名は？何なの？名前は？俺の本当の名前は、ユ、ウシャって言います。え、ちょっと待って。え、勇者なの？あれ？待ってくれ。僕も勇者だ。あれ？あれ？そのペンダント。え？あ、この黄色いペンダントですか？ん？幼い頃いなくなってしまったお父さんの形見なんです。あれ？僕は勘違いしていたのか。もしかしたらお父さんも同じものを持っているかもしれません。その黄色いペンダント。見覚えあるな。魔王勇者のチーチも身につけてなかった？
なんか見た気がするな。え、本が変わった。もしかして、え、もしかして君が勇者なのかい。本当の魔王勇者のチーチは息子が幼い頃に離れ離れになったって言ってた。境遇が似ているなと思った僕と。そして確かあなたの父親も。ああ魔王勇者のチーチは勇者の父、勇者のチーチ。ああダメだ、頭も。ああ嘘だ、俺はなんてことを。ごめん、とどめ刺したのは僕かもしれねえ。あ、こんな時にスライム。俺はちょっと、あ、勇者。ん、あ、絶望しちゃったから。そんな、勇者がスライムに来るよ。そんな倒せないよ。ああ、倒せないよ。逃げられない、倒すしかないっていうのか。でもこれしか押せないから悪くないよね。ごめんね。あー、どうしてスライム化現象も止まってない。そうだよ、スライム化現象止まってないやん。スライムから呪いをかけたのは魔王勇者のチーチじゃない。わ、それじゃとんでもねえことしちゃったんじゃないのこれ。本人に聞くしかなさそうだね。黒マーク。おお、よくぞ戻った勇者ハロルド賢者の知恵よ。僕たちは魔王勇者のチーチを倒しました。倒しました。これはよくやったぞ勇者ハロルド賢者の知恵よ。しらじらしい。しかし魔王勇者のチーチの話では世界に呪いがかけられていると。絶望した人間がスライムの木に触れるとそのものもスライムになってしまうという呪いです。です。その呪いをかけた者を倒せば世界の呪いは解けると。です。ということはもうその呪いは解けたというわけだな。いいえ、解けてないです。倒したけど止まってないから。確かに僕たちは魔王勇者のチーチを倒しました。勇者のチーチ倒したけど、しかし魔王城から帰る途中あるものがスライム化するのを目の前で見ました。だからスライム化現象は止まってないんです。さらに言えば、うん、言ってやってくれハロルノ。魔王勇者のチーチは何者かに操られていた可能性があります。です。そういえば勇者ハロルド賢者のチよ、あと二人仲間がいたはずだがどうしたのだ。ムキー。ソウルルキュースすぐしぬよんはこの城を出て八歩くらいのところで敵にやられてしまいました。城を出て八歩くらいのところっていうのは言わなくてもよかったんじゃないか。なんと100歳まで生きると言っていたのに。そして剣士テレーゼマトハズレーは実は魔王側のスパイでして。スパイだと。やむなく僕たちが倒しました。倒しましたです。なんとにわかには信じがたい話だ。そう、信じられない話なのです。あれ、この声は、あれ待って、犬のコメントが死んだ。今蘇生させるからエリクサーを使うわ。みんなエリクサーよ。よし、蘇ったわ。では物語を進めましょう。何せ私は生きているのですから。テレーゼ息引き取ってなかったもんね、さっきね調べた時に。テレーゼ、おかえり。わずかに残っていた意識で魔王勇者のチーチとハロルド賢者のチたちの話は聞いていた。お、そして頭脳明晰なテレーゼマトハズレイはひらめいた。ひらめいた。つまりこの事件の黒幕は魔王勇者のチーチではないとな。そう、当たっている。この事件の黒幕は国王黒マーク、あなたではないですか。その名の通りあなたなのではないですか。私も国王黒マークに一つ言いたいことが。ズバリこの事件の黒幕はテレーゼ、まさか。国王黒マーク、あなたではないですか。大事なことなので2回言ってくれたんだ、助かる。何を言っているのだ。だからつまりこの事件の黒幕は国王黒マーク、あなたなのではないですか。最初に念を押したではないか。この事件の黒幕はこの国王黒マークではないと。言っていたけど。なるほど、そういうことか。どういうことだ。みんな、本当の真実が明らかになった。本当の真実だと？つまり、この事件の黒幕は国王黒マークではないぞ。え、どういうこと？口では何とでも言えます。あ、騙されてんのか。そう、テレーゼの言葉にワタメがまた騙されて、もう騙されるのもう大変なこと。騙されるドミノを食らうところだったぜ。確かにその通りだ。その通りだ。僕を黒マーク、世界に呪いをかけたのは魔王勇者のチーチでないのであれば。ワタメすぐ騙される。それほど大きな魔力を持っているのは
国王黒マークしかいません。やっぱり国王黒マークが黒幕だと思います。危なかった。まあ途中でまた別の黒幕がいるのかと思ったけど。まずお前たちは魔王を倒したわけだな。ええ、もしこの国王黒マークがこの事件の黒幕だとしたらどうするのだ。どうすると思う。あなたを倒さなければなりませんと言ったらどうする。全くもって愚かな。わ、変形した。この国王黒マークに勝てると思っているとはな。正体表したわね。もう人じゃない。魔王勇者のチーチを倒したとなればもう貴様らに用はない。新しい世界秩序のための礎になるがいい。ならないと言ったら。僕を黒マーク、あなたが最後の敵というわけですね。ラスボス、つまり黒幕か。最終決戦と行こうではないか。声変わった。うなってんだけど。え、そんな形だったんだね。勇者ハロルド賢者の血たちよ、今までご苦労だった。あの世でねぎらってもらうがよい。え、なにこれ、足になんか土下座してる人がいる。なんだ、股間が光っている。国王黒マークの、あ、ネックレスか。超魔導助からぬを放とうとしている。それはまずいな。お、いてーギャー。負けイベントかな。まったく、舐めてもらっては困る。正直舐めてた、強すぎた。一人ずついたぶっていった方がお前たちも面白いだろう。うわ、意地悪。え、マーシャ。ああ。まったく口ほどにもない。どうした？少しは抵抗してみてはどうだ？すごい音してるけど。俺に賢者の血が流れてさえいれば。今こそ解き放つ時ではないか。そろそろとどめを刺してやろう。解放しろ。さらばだ。マーシャ裏にいる。マーシャ！おお。ハロルド。希望の音楽。不思議だ。なぜだか力が湧いてくる。なるほど。俺のマーシャに手を出すな。かっこいい。賢者の血が覚醒したか。賢者の血は大切な人を守るときに覚醒。つまり愛によって増大する。もう言葉にしなくても僕の気持ちが、力が湧いてくる。マーシャに。私もだ。お、そう、みんななんか影響あるんだもんね。レベル上がった。集中を覚えた。マジカルアーマーを覚えた。居合気に覚えた。他の仲間にも分け与えたわけか。そう、伝説に書いてあった。トシは楽しませてくれそうじゃないか。おお、勇者ハロルド賢者の血、どちらの愛の力が大きいか勝負と行こうではないか。また光ってるよ、お股が。スキルはなんか手に入れたよね、さっき。集中状態、これいいね。これも使おう。マジカルアーマー。あ、居合斬りだ。攻撃力、防御力、魔法力、魔法防御、ダウンさせる。居合斬りしよう。え、これで助かるかな。お、助かるのか助からないのか。やるではないか。全然助かる、これ。力が溢れる。これが愛。効いてる、効いてる。いた。みんな、みんなちょっとエリクサー使っといて。これで決める。くらい必殺剣。よし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 、綺麗に決まったな。これで決める。想像以上だ、勇者ハロルド賢者の血。そうだろう、そうだろう。お前が実の息子であればと思うほどだ。嫌なんだが、お断りだ。さらばだ。さらばだ。また爆発した。これで全部終わったんだ。本当に？これでスライム化現象も止まる。止まる？マーシャのおかげで僕はここまで強くなれた。やったか。あのさ、マーシャ。何？あのさ、マーシャ何？その、よかったらなんだけど。ハロルド。まだスライム化現象は止まらない。え、あれ、なんで黒幕なのに。え、おい、見てくれ、二人とも。何、まさか首に。嘘だ。黒幕、黒マーク、国王黒マークの首の裏に黒いマークが。黒マークも操られてたってこと。国王は本当に黒幕じゃなかった。こういうことだ。黒マークも何者かに操られていたということか。もう浮かばないよ。ハロルド、
まさか、マーシャ裏切る？ついてきて。何？あれ？タイトルなんだっけ？ここから先に進んで。勇者の父みたいになったけど、え？え、でも僕は勇者じゃなく賢者か？いやでも勇者か？どういうことだ？混乱してる！渡部は混乱している。マーシャが父親とかないよね。お父さんだよ。マーシャ、僕の気持ちを返して！ってことある？ハロルド。ここはどこ？父さんの形見のネックレス、結構おしゃれなんだね。え？でもこのブレスレットは似合ってないと思う。え？似合ってない？ブレスレットを解除した？さ、行きましょう。なぜ？あ、スパイアン、お疲れ様です。え、何が起きるというの？紙に何か書かれてる。愛の刻印が記されたものは自分でも操られていることに気づかない。黒いマークのこと？ハロルドのママは2歳の子供が狼に襲われそうになったところで賢者の血が覚醒した。ハロルドママ。しかし強い魔力を持っていることを知られると誰かに迫害されたり利用されたりするだけだと思い、そのことを誰にも知らせなかった。彼女の賢者の血が流れているのなら当然その息子にも賢者の血が流れているだろう。ママが元だったんだ、賢者の石。あ、賢者の石じゃないわ。賢者の血を覚醒させるには大切な人が危機に陥る必要がある。どうやって？あの男にはこう言っておこう。勇者が強くなるように試練を与えて、その勇者を引き連れてここに来て、ハリーポッターが出てきてた。あの男にはこう言っておこう。事件の犯人を倒して、そのためにあの人とあの子を向かわせて。ん？私が心から愛するのは一人で十分。私だけの戦士、鬱陶しい男たちには退場してもらおう。捨て子を発見した。誰にもバレないようにこっそりと育てる。教育が大事。あなたは大切な人になるのだから。え、賢者の血を蘇らせるのに必要な大切な人を育ててた？加護のお守り、即死効果を回避する。このアイテムは使用してもなくならない。はぁ。これ使ったら即死効果なくなるんだ。ということは使うんだな。え、なんか気な臭くなってきたな。賢者の血を持ってたのが、ハロルドのお母さんで、その血をハロルドは継いでいて、で、そのハロルドの賢者のパワーを覚醒させるために、もう一人誰かを用意していた。そうだったらマーシャがその位置になるのかな。お連れしました。お連れされました。よくここまで来ました、ハロルド賢者の血。フリン様。こんなところで何をなさっているのですか？この部屋は何？一体ここは何なのですか？滝が流れているわ。ここは儀式の間です。何の儀式？なんかいくらが乗ってる。私はここから世界に呪いをかけた。え？絶望した者がスライムの気に触れたらスライムになってしまう呪い。話が見えてきません。話が見えてきません。世界に呪いをかけたのはフリーン様ということなのですか？あなたが本当の黒幕？すべては計画通りだったのです。計画通り。魔王勇者のチーチが倒されることも、国王黒マークが消えることも。え？そして、そしてハロルド賢者ノッチの賢者の血が覚醒することも。え、全部よくやってくれたわ、マーシャ・ウラギール。マーシャはフリーンの使いの者。マーシャ・ウラギール、ここでウラギールの。なんだ、全く話についていけない。同じく。つまり全ては計画通りだったということなのか？計画通りだったということはわかるぞ。つまりそういうことだ。そう、筋書き通りだったんだ。こっちは全てが計画通り。勇者のチーチの筋書きは違ったけど、テレーズが私たちを裏切ることも、人狼村でハロルドが落ち込むことも。え、そこも？そして私がハロルドの大切な人になることも。あれもこれもそれも、あのイチャイチャも、あの夜も手をつないだ。魔王も国王も首に記されたフリーン様の愛の刻印によって、本人たちも気づかないまま心を操られていた。なんだって？すべてはフリーン様への愛を示すために。イチャイチャビジネス？それはつまりビジネスイチャイチャだったということか。フリーン様は魔王勇者のチーチと不倫していたということですか？え、そういうことなの？人間は愛に飢えているの。だから全ての人間に愛を保証しないといけない。全ての人が私を愛し、私もまた全ての人を愛する世界。それを受け入れられない人間はどうなります？そんな人間は必要ない。え、全ての人に愛を与えるのでは？絶望し雑魚のスライムになり果て駆逐されるといいわ。それは全員のことを愛で満たすことにはならないのではないんでしょうか？マーシャが今までやってきたことは全部演技だったの。ハロルド落ち込んでるよ。ビジネスイチャイチャだったってことなので頭がいっぱいになってるよ。全ては僕に大切な人だと思わせるための。
ビジネスだったのって。世界平和とかよりもそのことの方が、その大切な人を守るために、僕の賢者の血が覚醒するように。プリン様、一つ聞きたいことがあります。お、何かしら。なぜ魔王と国王は消えなければならなかったのですか。なぜでしょうか。どちらも私のパートナーにはふさわしくないわ。フリーさんはちょっと、ハロルド賢者の血、自己中じゃね。よく様々な試練を乗り越えここまでたどり着きました。あなたこそ。いや、待って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 、嫌だよ、パートナーって言わないで。私のパートナーにふさわしい。うえー、おろろろろろろろ。さあいらっしゃい、ハロルド賢者ノッチ。待って、マーシャ。何の真似です、マーシャ・ウラギール。お、ハロルド、ちょっと待った。確かに私がしてきたことは、賢者の血の覚醒に必要な大切な人になるためのものだった。はい。でもね、ハロルド。はい。私がハロルドに言ってきた言葉は全部本当だった。はい、ハロルド。はい。フリーンの元になんか行く必要ない。はい。何を考えているの、マーシャ・ウラギール。ごめんなさい、フリーン様。私は愛を知ってしまったんです。何をしているのか分かっているの、マーシャ・ウラギール。ここで、ウラギールの？このマーシャ・ウラギールは、あなたを裏切ります。おお、神展開来たー。マーシャ・ウラギールが私を裏切る。捨て子だったあなたを密かに育ててきたこの私を。やっぱそうだったんだ。育てられた捨て子はマーシャだったんだ。あなたは本当の愛情を教えてくれなかった。駒だと思ってたんだろう。でもこの旅で私は本当の愛情を知った。プププププププ本当にものを知らないのね、あなたは。うわ、嫌な言い方。嫌なやつ、嫌なやつ。いいわ、本当の愛情が何なのか見せてあげる。え、目に見えるもんなんですか。さあ、ハロルド賢者ノッチ、こっちにいらっしゃい。あ、なに、体が勝手に。見ろマーシャ、ハロルドの首の裏を。何？まさか。え？よくご覧なさい、これが本当の愛よ。いつの間に、いつの間に。あ、同じこと言っちゃった。愛の刻印は口づけをした相手に与えることができるの。なんだと？一方的なあのチューのこと。ハロルド、そんな勝手な。どうしたの？悪くないなって言ってたね。そんなに思いを出して。ハロルド、行かないで。うーん、どうして。喜んじゃったばっかりに俺が。ねえ、目を覚ましてよハロルド。もう、また目も洗脳されていたということ。マーシャが一体何を必死になっているのかわからないよ。ねえ、目を覚ましてよ。そんなマーシャ可愛いな。ハロルド、どうして泣いてるの。上書き中ある、僕の胸で。ハロルド、あの時の僕は今マーシャを裏切ろうとしてた。なんなら上書き中に期待していた。見ろマーシャ、ハロルドの首の裏。愛の刻印が消えていく。お、バカな、コマの分際で生意気な。ほら、やっぱりコマだと思ってたんだ。私の愛を受け入れられないなら用はない。このスイッチを押せば小型爆弾を仕込んだハロルドのブレスレットが爆発する。むむ、魔王勇者のチーチに渡したものは偽物だけど、これは本物。さよならハロルド賢者ノッチ。あれ、勝ち。残念だったねフリーン、ハロルドのブレスレットは私が外しておいた。そうだ、さっき外されたんだ。おざかしい、私に逆らったことを後悔するがいいわ。スパイのとこで爆発してるかもな。ギャーって。え、まさか人じゃない。わ、声が。僕たちならやれる。強くなったな。これが最後の戦いだ。これが最後の戦いだ。行くぞみんな、行くぞ。愚か者には死を。いろんなもん取り込んでんだろうな、これすごいな。死の刻印を受けた者は次の行動終了時に即死する。え、でも蘇らせることはできるのかな。カゴの守り、これを置いていたのが間違いだったな。なんで置いといたんだろうね、カゴの守り。今全部ある、最強状態、攻めろー。二人即死、どっちかしか守れないやん。全員に行けるのかな。あ、じゃあ全員に行けるのかも。あれ、戻りすぎてなんか選択できなくなったけど、まあ、ええか。せだからゆっくり考えるのだ。勝てばよかろうなのだ。今攻撃の時、行けー。おう、やったが、新しい世界秩序、新秩序、もっと愛を、愛に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 。なんかご利用したら勝てたわ。ハロルド賢者の血たちは不安でいっぱいの国民にこう続けた。
人は孤独になることだって絶望することだってある。それでもみんな一人一人が生きる価値があって、だからみんなも僕と一緒に生きていきましょう。それからスライム化現象は収まり、みんなで迷いに迷い話し合った結果、前に進むために全てのスライムを倒すことになった。え、軸？こいつが最後の一匹か。よし、とっとと片付けるか。え、最後の一匹。逃げろができるけど、逃げ出したらどうなるんだろう。倒さないの？このスライム、僕が勝ってもいいかな。なぜだかわからないけど、近くにいてほしい気がするんだ。おお。まあ、ハロルドがそう言うなら、それでもいいけど。俺はハロルド賢者ロッチだ。よろしくな。一緒に暮らそうな。ねえ。なに？この子の名前、ハロルドのムースコはどうかな。息子になった。僕は、マーシャの子孫がいいと思うな。マーシャの子孫？どうしたの？え？僕の父さんもこんな風に悩みながら僕の名前を考えてくれたのかなって。あ、スライムじゃないのか。子供が生まれたんだ。びっくりした。スライムだと思ってた。二人でイチャイチャして。あら、またイチャイチャして。頭脳明晰な私ならもっといい名前を考えつくんだがな。例えば？それにしても、あのスライムが落としたアイテム、どこかで見覚えがあった気がするんだがな。お、アイテム？ネックレス。ん？多分私の気のせいだな。ネックレス。ハロルド賢者のっちは父の行方をまだ知らない。ペンダント、ネックレス、片身。父さん、お父さん、スライムだったの。タイトル回収すごい。タイトル見て、あー、このラスボスとかがお父さんなのかなって思ってたけど、わ、ようできたあるな。え、逃げてよかったな、これ。え、倒してたらどうなってんだろう。お、ジ、エン、エンディング変化すんの？見たいね。2周目行こうか。あ、スライム持ってるわ、テレーゼが。お父さん、この手前の手は子供。めっちゃ平和なエンドやん。ギャグゲーかと思ったら。こいつが最後の一匹か。父さんすまない、と思いに。あおう、あおうおう。ハロルドって呼んでんのか。切ねえ。最後のスライムが落としたアイテム、どこかで見覚えがあった気がするんだがな。はやー。ネックレス。多分私の気のせいだな。気のせいだな。はあ。ここが最高の的外れ。めちゃくちゃ綺麗に収まっとる。テレーゼは愛すべきおバカ、本当にね。気づかなくてよかったの。やっぱテレーゼ好きだな。気づいていたのかもしれないけど、あえて的外れなことを言っている可能性、結構頭脳って言ってたもんね。それはない。トントン。あ、いないね、父さん。うわー、パパいない。やっぱ逃がしてあげるエンドの方が好きだな。次回作にご期待ください。爆発落ちなんて最低。